今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、短期入所療養介護という単元になります。短期入所療養介護について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。特定短期入所療養介護とは、養支援者のための日帰りサービスのことである。特定短期入所療養介護とは、養支援者のための日帰りサービスのことである。というふうにありますが、これは誤りになります。 特定短期入所療養介護っていうのは短期入所療養介護事業所が提供している日帰りサービスのことになるわけですけれどもどんな人を対象にしているかといったらがん末期であるとかあるいは難病であるとかまあそういった中重度者さんですね医療ニーズと介護ニーズの両方を合わせ持つ中重度者さんを対象としている日帰りサービスになります まあ短期入所という言葉が入っていますから宿泊サービスのような感じがするんですけど、まあ、そうじゃないわけですね短期入所療養介護事業所が提供している日帰りサービスということになりますですので、まあ、療養通所介護っていうのが通所介護の一環としてありますけれども、まあ、それに似ているようなイメージを持っておくといいかなというふうに思いますでまた過去引っ掛けでですね特定という言葉がついてますから 特定施設が提供するなんちゃらかんちゃらっていうサービスみたいな感じのきっかけっていうのもですね、出題されておりますので、まあ、これは特定施設関係ないと、短期入所療養介護事業所が提供しているがん末期や難病の方ですね、えー、医療ニーズと介護ニーズの両方を合わせ持つ中重度者さんに提供している日帰りサービスのことであるとういうことをですね、押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが。 特定短期入所療養介護とは、養子援者のための日帰りサービスのことである。というふうにありますが、これは誤りとなります。今日の一問一答の解説は以上です。